間っていうのはなんか空みたいなものかなって思います。なんか空ってすごく近いわけじゃないし、気温とか天候によって表情とか変わるじゃないですか。なんか変わらない友情って言うけど、私は友情って変わると思うんですね。中学の友達だったら小中の友達だったら、その学生時代よりも卒業してからの方がすごく気が合うなって思ったりとか、部活の友達、高校の部活の友達だったら家族みたいにすごい濃い時間を過ごして、普段プライベートではめったに会わないけどすごい分かり合えたりとか、仕事の友達は学校の友達に言えないようなこう本音を短い間なのにすごい話せるようになったりとか、あとはブログやってるんですけど、そのコメント書いてくださる方もそのお会いしてないけどすごくこう友情を感じるというか、だから友達とか仲間っていうのは、なんて言うんだろうな、一緒にいるから友達とかいうわけじゃなくて、影響をし合える、与え、なんていうの、し合える、影響し合える人を友達っていうんじゃないかなって思います。仲間っていうのはなんか空みたいなものかなって思います。なんか空ってすごく近いわけじゃないし、気温とか天候によって表情とか変わるじゃないですか。なんか変わらない友情って言うけど、私は友情って変わると思うんですね。中学の友達だったら 小中の友達だったらその学生時代よりも卒業してからの方がすごく気が合うなって思ったりとか、部活の友達、高校の部活の友達だったら家族みたいにすごい濃い時間を過ごして、普段プライベートではめったに会わないけどすごい分かり合えたりとか、仕事の友達は学校の友達に言えないようなこう本音を短い間なのにすごい話せるようになったりとか、あとはブログやってるんですけど、そのコメント書いてくださる方もそのお会いしてないけどすごくこう友情を感じるというか、だから友達とか仲間っていうのは、なんて言うんだろうな、一緒にいるから友達とかいうわけじゃなくて、影響をし合える、与え、なんていうの、し合える、影響し合える人を友達っていうんじゃないかなって思います。私にとってで友達とか仲間っていうのはなんか空みたいなものかなって思います。なんか空ってすごく近いわけじゃないし、気温とか天候によって表情とか変わるじゃないですか。なんか変わらない友情って言うけど、私は友情って変わると思うんですね。中学の友達だったら 小中の友達だったらその学生時代よりも卒業してからの方がすごく気が合うなって思ったりとか、部活の友達、高校の部活の友達だったら家族みたいにすごい濃い時間を過ごして、普段プライベートではめったに会わないけどすごい分かり合えたりとか、仕事の友達は
学校の友達に言えないようなこう本音を短い間なのにすごい話せるようになったりとか、あとはブログの、ブログやってるんですけど、そのコメント書いてくださる方もそのお会いしてないけどすごくこう友情を感じるというか、だから友達とか仲間っていうのは、なんて言うんだろうな、一緒にいるから友達とかいうわけじゃなくて、影響をし合える、与え、なんて言うんだ、し合える、影響し合える人を友達っていうんじゃないかなって思います。仲間っていうのはなんか空みたいなものかなって思います。なんか空ってすごく近いわけじゃないし、気温とか天候によって表情とか変わるじゃないですか。なんか変わらない友情って言うけど、私は友情って変わると思うんですね。中学の友達だったら、小中の友達だったら、その学生時代よりも卒業してからの方がすごく気が合うなって思ったりとか、部活の友達、高校の部活の友達だったら家族みたいにすごい濃い時間を過ごして、普段プライベートではめったに会わないけどすごい分かり合えたりとか、仕事の友達は学校の友達に言えないようなこう本音を短い間なのにすごい話せるようになったりとか、あとはブログの、ブログやってるんですけど、そのコメント書いてくださる方もそのお会いしてないけどすごくこう友情を感じるというか、だから友達とか仲間っていうのは、なんて言うんだろうな、一緒にいるから友達とかいうわけじゃなくて、影響をし合える、与え、なんて言うんだ、し合える、影響し合える人を友達っていうんじゃないかなって思います。私にとって友達とか仲間っていうのはなんか空みたいなものかなって思います。なんか空ってすごく近いわけじゃないし、気温とか天候によって表情とか変わるじゃないですか。なんか変わらない友情って言うけど、私は友情って変わると思うんですね。中学の友達だったら、小中の友達だったら、その学生時代よりも卒業してからの方がすごく気が合うなって思ったりとか、部活の友達、高校の部活の友達だったら家族みたいにすごい濃い時間を過ごして、普段プライベートではめったに会わないけどすごい分かり合えたりとか、仕事の友達は学校の友達に言えないようなこう本音を短い間なのにすごい話せるようになったりとか、あとはブログの、ブログやってるんですけど、そのコメント書いてくださる方もそのお会いしてないけどすごくこう友情を感じるというか、だから友達とか仲間っていうのは、なんて言うんだろうな、一緒にいるから友達とかいうわけじゃなくて、影響をし合える、与え、なんて言うんだ、し合える、影響し合える人を友達っていうんじゃないかなって思います。私にとって友達と
とか仲間っていうのはなんか空みたいなものかなって思います。なんか空ってすごく近いわけじゃないし、気温とか天候によって表情とか変わるじゃないですか。なんか変わらない友情って言うけど、私は友情って変わると思うんですね。中学の友達だったら小中の友達だったら、その学生時代よりも卒業してからの方がすごく気が合うなって思ったりとか、部活の友達、高校の部活の友達だったら家族みたいにすごい濃い時間を過ごして、普段プライベートではめったに会わないけどすごい分かり合えたりとか、仕事の友達は学校の友達に言えないようなこう本音を短い間なのにすごい話せるようになったりとか、あとはブログやってるんですけど、そのコメント書いてくださる方もそのお会いしてないけどすごくこう友情を感じるというか、だから友達とか仲間っていうのは、なんて言うんだろうな、そう、一緒にいるから友達とかいうわけじゃなくて、影響をし合える、与え、なんて言うんだ、し合える、影響し合える人を友達っていうんじゃないかなって思います。